パレル業界からあとちょっと知り合いの方に声をかけていただいて、でもともとジムのお仕事にすごい興味があったので働いてみたいなと思って応募してみました。働いてみてこんなになんか楽しいというか充実してて楽しい日々が来るとは思ってなかったですそうですね、やっぱりちょっと接客は顔を見て対面でお話できるんですけど、お電話での対応だと顔がどうしても見えないので難しいなっていうのもあったんですけど、アパレルの時に比べてすごい覚えることもすごい多いので、そうですね、飽きる暇がないというか一日がすごい時間に追われて充実した一日だなって思います。こう弊社 の, その担当しているリーダーがいるんですけれども、そのリーダーたちみたいにやっぱり誰かに相談された時にすぐ判断して答えてあげたりだとか、相談された時に正しい判断をできる頼れる先輩になりたいなって思ってます。お休みの日は基本的に家族とお出かけ、ショッピングに行ったり、暇があると自分でドライブをしたり、たまにプールに泳ぎに行ったり、たまに友達と遊んだり地元で基本的にはもう気安くエルムとか森とか遊びに行ったりとかで、そうですね、ずっとここにいたいです